今シーズンの AFL ウォッチャーは5分でわかる今週の AFL をモットーに短い時間で凝縮された情報をよしと榊でお届けしています。毎週火曜日にアップされますのでぜひチャンネル登録していただきお楽しみください、はい。まあ、ゴールデンウィークですけれどもお届けしましょう。そうですね試合結果の方ですね、早速、はい、注目のゲームセントキルダセインツとポーターデイドパワーがこれ1点差42対42で残り1分だったんですけれども、はい、最後ロビーグレーパワーのロビーグレーが1点を入れて1点差、うん、いやすごかったですね、うん、これもセンキルダが勝つんじゃないかなって予想したんですけど、うん、まさかアウェーでまさかね、はい、2連続そうセントキルダセインツは2クォーターから10連続ビハインド、いやオーストラリアの人もゴール入れたら6点、うん、1ビハインド入れちゃうと1点なので、うん、もうその差がすごいよね。もうね10ビハインドでしたらかなりの差がついたと思います、うん、はい、そうそうその10ビハインドが本当はゴールだとしたら60点、うん、点が上積みされてたので、はい、これ外しすぎかな。結局はセントキルダセインツ4ゴール18ビハインドって言ってるので、うん、ただね、まあ、このゲームね低いですね、うん、スコア的にもスコアがね、うん、ロースコアなゲームになりました、はい。そしてハイライト動画今日は3本プラスおまけが1本ありますので、はい、見てください。最初はこちらですね、うん、ウエストコーストイーグルスの28番、うん、ナイッシュ選手、はい、ゴール出たかと思って止まっちゃったところをハイタックルもらってこれラッキーだったんだけど、はい、これをターンオーバーされちゃう、ちょっと集中力がないか。そうですね、うん、もうちょっとハプニング多すぎて分かんなくなっちゃうんですけども、もう監督も何が起きたか分かんないもう一回ここでゴールライン割ったと思って止まった、そしてタックル来た、これはハイタックルもらってラッキーと思ったところこれターンオーバー、もうナイッシュ選手、うん、つい先までタイガースのプレイヤーだったので、あ、もしかしてこれもうもしかしたらのシーンです、はい、はい。そして続いてがこれがキャッツとフリマントドッカーズのシーンですね。そうですね、覚えてますよ。ドッカーズの素晴らしいトレイシー選手35番がこれブロックをしてそうです、ね、ゴールの道を開けたと、はい。いやーこれねブロックなのかホーリングなのか分かんないですけど、ヨシはホールディングだというんだけど、うん、まあこれはね僕から見ればそのちゃんと相手ディフェンダーを抑えて、はい、ゴールにそのままボールが入るように道を開けた、はい、素晴らしいプレーだと思います。ここですねゴールスクエアのところをぐーっと粘って、うん、あたかも競り合ってるかのようにしないとファールになるので、そうですね、うん、えこれがホールディング、まあ、グレーといえばグレーだけどファインプレーといえばファインプレーかな、うん、確かにあのフルハードトム・ホーキンズもよくこれでアシストで、うん、アシストじゃないですけど、うん、こういうワンパセンターでゴールに決めてますので、うん、はい、まあ、こういう細かいプレー大事だと思います、はい。そして続いてがクローズですね、うん、ブローディ・スミス選手のこのハイマーク痛い、これは痛い、横から落ちちゃったね水平に。いやもう素晴らしいガッツがあるマークだったんですけども、うんうん、頭からね落ちてしまったのでこれは仕方ないね。本来マークはハイマーク、ジャンプした後にボールをキャッチしてれば、うん、落ちるときは受け身を取っていい、はい、ボールをほっといていいんだけど、まあ、その時間もなかったのでボールもろとも、はい、そのまま落っこちてしまって水平に落っこちて、これは単価が入ることになったね。そうですね、うん、まあ、これは本当ジャイアンツプレイヤーも何も悪いことしてないんですけども、うん、本当にもうアンラッキーで、うん、本当にガッツがあるエフォートでした。そうだね、うん、プレーとしてはフェアなんだけど、まあ、こういうね不運な事故は起きてしまう、まあ、これ最後ちょっと見て終わりますか。この横になって素晴らしいマーク、うーん、うん、ちょっと痛そう、頭から落ちちゃったからね。そうですね、はい、はい、まあ、またね直してくれることを願ってます、はい。で最後これはもうおまけです、はい、このカールトンの攻撃をフィールドアンパイアが止めたと、はい、素晴らしいクラフティスフィールドアンパイアは女性初のフィールドアンパイアで57試合出て、はい、うん、ここででターンオーバー、ターンオーバー、でもその後すぐ起き上がってこのアンパイア笛吹いてでプレーオンまで言って、うん、で自分のせいでターンオーバーされてこれでカンガルーズにゴールが入れられるとでもこれ結局カールトンが勝ったので、はい、紺色のチーム勝ったので、まあ、これはもう何もね言われることはないでしょう。そうですね、まあ、アクセントありますし、そして逆にプレイヤーがアタックすることは違反なんですけども、ゼロトロレンスですけどこれはアクセントでしたね。アクセント、アンパイアがちょっと邪魔してしまったと、はい、はい。そしてラダーの方行きますか、うん、まだメルボルンデーモンズは無敗ですね、これ去年優勝してるだけに強いですね、はい。でポートアデレードが全敗だったのに、うん、ここ最近はもう2連勝で、2連勝ですね、いきなり調子上げてきたので、はい、個人的にはちょっと注目したいと思います、はい、はい。そして来週の注目ゲームは5月7日土曜日の MCG メルボルンクリケットグラウンドで行われる9位タイガースと8位のコリウンド、はい、もう上位は固まってきたのでこの辺がね、うん、どう8位のあのラインを目指してファイナルに出れるか、ここがちょっと注目かな。そうですね、両方ともディフェンスがすごい強いチームなので、うん、そのターンオーバーからどっちが勝てるかみたいです、はい、はい。いかがでしたでしょうか、楽しいゴールデンウィークお過ごしください。